なぜか今日はねねちゃんあんまり怖がって隠れないのは、大好物のトマトいつもより時間遅くなってあげたから、もう隠れるどころじゃなくってこうやって食べてくれてます。いつもならもうこの家を閉まって、そしてねねちゃんにキッチンペーパー体の上にかぶせてあげてから、こちらの水替えも完了し終わった蓋を閉めて完成です。ちなみにねねちゃん、お家入れてあげてた時、このお家の上に登ってこの天井をかじった穴です。で、やっぱりいつも新鮮な野菜朝晩たっぷりあげるので、2匹合わせて食費はだいたい月2万円、床材もキッチンペーパー、そしてこの木材のとかこの草とか全部合わせて2匹で1ヶ月1万5千、食費代と合わせて2匹で3万5千円ぐらいは軽くお金かかります。まあ、お金に余裕あったら1週間に1回砂浴びできるように砂入れるんですけど、砂まではなかなかできないのが現状です。